はい、どうも、かちです。小物夫妻が結婚して2年になりますけども、女性セブンに現状の様子が書かれてましたね。文春では引っ越しを否定してましたけども、スクープを出した女性セブンでは引っ越しを決断とありますね。まっこさんの成年皇族の記者会見では、結婚について考えたことはありませんと言って、理想の男性についても確たるものはございませんと答えていますね。まあ、確たるものがあったら小物系は選んでなかったでしょうね。そして将来の夢とか目標については学生生活を通していろいろと考えつつ徐々に考えをまとめたいと語っていますね。ちなみにまっこさんは2011年10月にこの会見をしたんですけども、 ICU に入学したのが2010年4月で、小室圭と出会ったのは2012年6月と言われているようですね。まあ、留学の説明会ですかね。それで8月にイギリスへ留学する前にお付き合いを始めたと婚約会見で明かされたわけですね。そして同じく小室圭はアメリカへその時期に留学をするわけですけども、その時に空港で小室圭さんが急いで何かを代わりに走って手にしてたのはコンドームだったわけですね。それを小室圭に手渡して、小室圭はトランクにしまってアメリカへ留学をしたわけですね。もう付き合ってたはずやのに浮気する気満々だったんですかね。まあ、小室圭さんもまさか真子さんとうまくいくとは思ってなかったかもしれませんね。ただこれも真子さんは事実でないことが事実であるからよりと思ってたんでしょうね。まあ、普通に小室圭からそんなこと言われて信じたんでしょうね。真子さんが情報を仕入れることができるのは小室圭と小室圭さんだけですからね。2人がコンドームなんて嘘といえば、多数決で小室圭と小室圭さんの意見が通るわけですね。まあ、週刊しぼっちゃの美智子様がどうにかできなかったんですかね。小室夫妻は2人とも10月生まれで32歳になりましたけども、ここで11月下旬までにマンションを解約する運びとなって、新居への引っ越し準備に追われているようですね。文春では引っ越ししないというのと、女性セブンでは引っ越しの準備に追われているというので、どっちが正しいんでしょうね。小室圭は仕事が忙しくなって、真子さんが中心に引っ越しの準備をしているのではないかってことですけども、小室圭は相変わらずリモートワークなんですよね。司法試験に2回連続で落ちている時も毎回ゲーム三昧で、食事の誘いがあってもイルスと報じられてましたからね。中国出身ご夫妻の間取りは 3LDK の一戸建てで、妊活かとも言われてましたけども、意外にも真子さんはまだ子供のことだけを考えたいわけではないようですね。まあ、その前に婚約前に隠し子の噂もありますけどね。ちなみにまだ妊活はしたくないと言った背景には、メトロポリタンでの就職へ未練があるようですね。真子さんの名前が日本画家の作品の解説文にクレジットされたのは2022年の2月でしたけども、そこから1年半以上名前が出てこないわけですね。できればメットでの展覧会の企画とか作品の鑑定とか収集保存とか解説とかをやったりとか、キュレーターとしてやりたいわけですね。真子さんの名前は登場しないけども、メットで仕事をしていると言われてましたけども、メットの館長が正式に真子さんは働いてないと記者会見で発表したわけですね。メットはそもそもコロナでだいぶ従業員を解雇したし、最低条件が博士号を取得して優秀な人しか雇いませんけども、真子さんは博士号も持ってないわけですね。それに専門用語とかも英語では難しいと書かれてましたね。まあ、英語ではなくて日本語でも専門用語が分かんないから話にならないですよね。ただ真子さんはアメリカの大学院に改めて入学をして、学生として再出発をする意向を固めているようですね。この情報は初めてですね。それにしても真子さんの複雑性 PTSD の設定はどうなったんでしょうね。まあ、自分は特別だから博士号がなくてもメトロポリタンを雇ってくれると思ってたかもしれませんね。それか博士号も大学院に通っているだけで勝手にもらえる予定が、何の論文の発表もなしに博士号が取れなくてゴーストも見つからなかったのかもしれませんね。まあ、秋島家は久しさまのためだったらお金で何とかするけども、真子さんの箔付けのためには久しさまほどお金もかけてくれなかったのかもしれませんね。イギリスのレスター大学で博物館学の修士号を取得して、帰国後にはインターメディアテクで週3勤務をしながら ICU の大学院に入学をしたわけですね。それで本来だったら博物館学の博士号を取得をする予定だったんですよね。でも2016年9月に ICU の大学院に入学をして、その翌月に小室圭とのデートが目撃されたわけですね。大学院2年目の2017年の時点ではほとんど講義に出席している様子がなくて、2019年には休学をしていることが明かされたわけですね。それで博士号を取得をすることなく中退したわけですね。それは学校にも行かずに大学院に席だけ置いていたら博士号が取れると思っている時点でおかしいですからね。大学院に席だけ置いていたら博士号が取れると言ったじゃないかと言って、親と喧嘩をして仲が悪くなったのかもしれませんね。メトロポリタンは世界中からキュレーターを志す人材が集まって、かなり競争が厳しい世界で、学歴とか知識に専門性とか実務経験と条件が厳しいわけですね。しかもネイティブが優先されるんで、非ネイティブのハードルはもっと厳しくなって、そもそも募集枠とかもなかなか開かないわけですね。まあ、コネと学歴の両方を持った人と本当にものすごい優秀な人が集まっているのかもしれませんね。キュレーター未経験者はまずアソシエイトという立場でアシスタントをしながらキュレーターを目指すようですね。
まあ、ただそれでもマークさんは日本の皇室の美術品のコネがあってそれが有利に働いて就職できると思ったのかもしれませんけども、それでも博士号がないとということかもしれませんね。ちなみに学生逆戻りで進学先として有力なのがニューヨーク大学で、アメリカ国内の給料帯のうち10人に1人がこの大学みたいですね。ニューヨーク大学大学院とメットはキュレーターを育成する提携プログラムがあるようですね。だからここに入学をしてメットで就職ってことですね。ただここの大学院の博士課程の入学倍率は16倍でかなり狭き門みたいですね。ただ学歴だけじゃなくて面接とかもあって元皇族という武器で問題なくパスをするだろうとかですね。ちなみに学費は年間で800万ほどするみたいですね。そして家賃は125万とかですね。まあ引っ越しをしなくても家賃は 1.6 倍ぐらいに上がってるでしょうから80万に上がってるでしょうね。学費と家賃で2000万以上の出費で、小室家が年収3000万でも生活費が1000万で、当然学校に行くのに交通費とかもいろいろかかりますからね。政府もいつまで税金でサポートするんですよね。真子さんがメトロポリタンで働きたいためにまたサポートするんですかね。もういい加減にいろいろと証拠とか集めて国会とかでも質問して追及してほしいですね。日本の警察官が出向でニューヨーク総領事に行ってることぐらいは質問できるでしょうからね。ちなみにアクション王妻が鹿児島へ帰ってましたね。いろいろと子供と交流をして印象を上げようというのがすごい伝わってきましたけども、気持ち悪かったですね。子供発達支援センターのタンポポ訪問されているんですけども、児童が保護者と一緒に歌ったりとか手を取り合ったりとかして遊ぶ療育活動見学ですけども、違和感だらけでしたね。参加者全員が輪になって回る遊びとかでは児童たちの手を握って一緒に歌われたってことですけども、どうも紀子様が強引にねじ込んだパフォーマンスっぽいですね。記事では紀子様が園長に懐かしいわねと言いながら、ああ動きたいわと言いながら、私も途中で誘っていいものだろうかと、自分で動きたくて動きたくてたまんないようでしたと答えてましたからね。だから予定になかったけども紀子様がどうしてもやりたそうだったんで一緒にやったっていう感じでしたね。参加した保護者も最初タッチしてくれたけども、そのまま一人ずつ抱き上げてくれて、もうとても嬉しかったとコメントしてますね。まあ障害者の母親だったら嬉しかったと思いますけども、完全に自分たちのアピールのためだけにパフォーマンスで使われてるって感じですね。ちなみにアクション様はまた間抜けな質問で保護者に、ここに何時から何時までと利用時間について質問されてましたね。発達障害の保護者に聞く質問だったら、もっと子育ての大変さとかそのようなことに関して質問すればいいのに、施設の利用時間を質問ですからね。紀子様は子供たちに素敵な T シャツと笑顔で話しかけられたということですけども、自分たちで作った T シャツだったら分かりますけども、あんな小さい子供にそんなこと言っても分からないですからね。まあ、分かるの紀子様の不気味な狐のとたぬきの笑顔だけで、なんだこのおばさんって感じで怖くはないかもしれないけども、不思議そうに見てた感じでしょうね。しかも同じようなところにアクション号祭も佳子様も別々で行く必要があるんですかね。本来はこういった場面とかも微笑ましいと感じないといけないんでしょうけどね。アクション号祭を見てるとなんかはいはいって感じで失笑しながら見ちゃいますよね。輪を作って仲が悪いアクション様と紀子様が手をつないでるシーンが笑っちゃいましたね。障害者の団体にばかり訪れて立派だとは思いますけども、改修工事の1割でも全国の障害者団体にばらまいてくれたらめちゃくちゃ喜んでくれるんでしょうけどね。ただ紀子様が子供たちに駆け寄るけども、誰も子供たちは笑ってない感じがして、なんかそういったのが伝わるのかもしれませんね。ちなみにそれからまた特別支援学校の児童にダンスをさせて笑顔で拍手とありましたけども、もうアクションゴーサイド佳子様は別々で行くのもよくわからないし、家でじっとしていてほしいですね。それにしてもやはり悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？このチャンネルでは国会図書館とかで古い記事とかを取り寄せて、他のチャンネルではね見れないような情報とかも扱っているので、こんな記事を扱ってほしいっていうのもあったらね、コメントをお願いします。まあ、そして良ければね、チャンネル登録とベルマークをクリックをして、通知の設定の方もしておいてくださいね。